ファンタスティック4は、マーベルコミックの同盟のスーパーヒーローチームをベースに、した、2015年のアメリカのスーパーヒーロー映画。映画、ファンタスティック4フランチャイズのリブート作品である。ジェレミー・スレーター、サイモン・キンバーグと共同で脚本を執筆した、ジョシ・トランクが監督を務め、マイルズ・テラー、マイケル・ B ・ジョーダン、ケイト・マーラ、ジェミー・ベル、トビー・ケベルらが出演している。 ファンタスティック4、銀河の危機器の工業成績が振るわなかったため、20世紀、フォックスは、フランチャイズのリブート計画を発表し、2009年に、開発が開始された。2012年7月に、トランクが監督に起用され、2014年1月に、主要キャラクターのキャスティングが行われた。主要撮影は2014年5月4日より、ルイジアナ・州バトン・ルージュで開始され、 二ヶ月間、行われた。監督のオリジナルカットに不満があった、ホックスの幹部は、再撮影を義務付け、2015年1月に行われた。2015年8月4日に、ニューヨークのウィリアムズバーグシネマズで、プレミア上映され、米国では8月7日に公開された。脚本、演出、ユーモアの欠如、ダークなトーン、テンポ、編集、ビジュアル、 主要キャラクターのダイナミックさの欠如、原作への不忠実さなどが批判され、概ね否定的な評価を受けたが、キャストの演技やミュージカルスコアについては賞賛の声もあった。制作費1億5500万ドルに対し、全世界で1億6800万ドルの工業収入を上げ、8000万ドル以上の損失を出した。また、トランクは、スタジオの妨害を理由にして、 最終的な作品への不満を口にした。第36回ゴールデンラズベリー賞では、最低監督、最低前日段、リメイク、盗作、続編、最低作品の各部門で受賞し、最低スクリーンコンボ、最低脚本にもノミネートされた。2017年6月9日に、続編の公開が予定されていたが、一作目の失敗を受けて中止された。また、 2019年のディズニーによる21世紀フォックスの買収に伴い映画家権がマーベルスタジオに戻ったため20世紀フォックスが配給したファンタスティック4の3作目にして最後の作品となった。カッコ内は日本語吹き替え2009年8月20世紀フォックスはファンタスティック4の映画フランチャイズをリブートする計画を発表した。プロデューサーとして 秋葉ゴールズマン、脚本家としては、マイケル・グリーンが雇われた。2012年7月、ジョシュ・トランクが監督、ジェレミー・スレーターが脚本家として雇われた。2013年2月、マシュー・ボーンがプロデューサーとして加わった。2013年6月、セス・グレアム・スミスが、脚本修正のために雇われた。コンサルタントのマーク・ミラーによると、本作は、映画、X ・メンシリーズと、 世界設定を共有している。2013年10月、サイモン・キンバーグが共同脚本家兼プロデューサーとして雇われた。2014年2月、マイケル・ B ・ジョーダンがジョニー・ストーム、ヒューマントーチを演じる予定であり、またケイト・マーラがスーザン・ストーム、インビジブル・ウーマン役にキャスティングされたことが明らかとなった。ジョーダンはトランクの前作で監督デビュー作である。 クロニクルにも出演していた。2014年3月、トビー・ケベルが、ビクター・ホン・ドゥーム、ドクター・ドゥーム役にキャスティングされ、マイルズ・テラーが、リード・リチャーズ、ミスター・ファンタスティック役に検討されていることが明らかとなり、さらにジェイミー・ベルが、ベングリム、ザ・シング役に決定したことが報じられた。これ以前には、キッド・ハリントンとジャック・オコンネルは、リード・リチャーズ役として検討され、 またシアーシャ・ローナンがスーザン・ストーム役の候補に上がっていた。またサムライリー、エディレット・メイン、ドーナル・グリーソンがドクター・ドゥーム役に考慮されていた。ナーディストによるとドゥームボットが登場する。4月末、キンバーグは本作が前2作よりも現実的であると説明し、1作目でやったよりも若い物語であると述べた。同月末までにティム・ブレイク・ネルソンが ハーベーエルダー役の最終交渉に入った。2014年5月、レグイー・キャシーがスーザンとジョニーの父であるフランクリン・ストーム役にキャスティングされた。撮影は2014年5月5日にルイジアナ・州バトン・ルージュのケルトメディアセンターで開始された。日本では2015年10月9日に639スクリーンで公開され、公開初週土日2日間の全国。 映画動員ランキングで初登場6位、動員7761人、公衆9395万7600円を記録した。本作は批評家より国評されている2016年3月4日の時点で、ロッテントマトズでは208のレビュー中9の支持となっており、平均点は10点満点で3.4点となった。 物質転送装置の開発に重きを置きすぎて、アクションシーンがほとんどないことが最も大きな批判を呼ぶこととなった。本作は、第36回ゴールデンラズベリー賞で、最低作品賞と最低リメイク、パクリ、続編映画賞を受賞した。2017年7月14日に続編が公開予定であったが後に制作中よされた。ありがとうございます。